はい、どうも、ホタロですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、セカンドチャンネルやっていきたいと思います。はい。いや、今日ちょっとね、梅田で用事やったんで、まあ、久しぶりにジャケット着たら、まあ、こんな感じで、格好してるんですけども、はい。あれですね。あれですね、ほんま、今年めっちゃ秋っていう、がっつり秋があるような感じですね。去年ってなんか、むっちゃ暑くてね、急に12月ぐらいむっちゃ寒なって、もう真冬みたいになってきたんでね。今年はね、しっかり秋があるような、感じかと思います。はい。ほんでですね、お知らせなんですけども、11月19日ですね。11月19日に、またね、例年のごとくね、小仏城山にね、僕は参上します。はい、参上ってなんか、久しぶり聞いたな、昔のヤンキーの落書きみたいな感じなんですけど、ね、小仏城山の、に登りますんでですね、また、詳しいことは、後々、また発表していくんですけども、またそこでですね、ファッションチェックするんかな、まあね、それか何かテーマに基づいてね、インタビューするかですね、またいろいろとちょっとね、考えていくんですけども、とりあえず11月19日にね、僕、久しぶりちゃうな、皆さんとね、お会いできる回の久しぶりの小仏城山に行きますんでですね、またぜひともね、その時に、皆様とお会いできたらなって思います。またね、後ほど連絡しますんで、11月の19日の日曜日、開けていただけたらなって思います。まあそんな感じで、ほな、さよなら。